ットマウス。すごいな、いつも枠取った瞬間にこう来てくださるってすごいよね。というわけで、私不肖曽谷拓也、本日ゲームセンターにて100クレジット使いました。ありがとうございます、ありがとうございます。5000円、ありがとうございます。マットマスター50万くれなんだな。じゃあちょっとイデア君と戦っていきます。
はい、11時過ぎてのマットマウス、スト 2X の対戦が行われている最中です。画面に映っているのは、1P 側がターさんのザンギエフ、2P 側がソイヤさんの剣。さあ、ソイヤさんの剣が劣化で勝って、さあ、水を取ったソイヤさん。さあ、そして乱入するのは、さあ、イデアさんのセイロン。トーナメントですか？いや、ただの野地合いです。ただのランドリー合戦です。さあ、はい、ここに入って、さあ、端に追い込んだよ。さあ、劣化、もう削りきれないか。しかし、リバーサルアタックで波動昇竜ではないという。さあ、はい、ほい。さあ、昇竜でこかしてめくりから攻めて波動拳で押して、さあ、フェローにわざわざ近づいていく意味があるのか。さあ、3段でピヨって、さあ、どうする。ああ、殺しきれないか。削る。さあ、ソイヤさんが再乱入で、さあ、レックで落とされて、さあ、勝利で落としてめくりから波動で押して、おっと、飛んできたが、おっと、アッパーでなんとか打ち、さあ、レックで落として、はい、ほい、はい。さあ、どうする。おっと、勝利で、おっと、壊し劣化。多分見る人が見るとグダってるように見えるんでしょうが、私にはよくわからない。さあ、レックが裏に出てしまって、さあ、嘘くさい判定のしゃがみ教官。どれくらい嘘くさく、まるで某ゲームの小玉のようなはね、凶悪な判定を持ってますね、あれは。さあ、6段が入って、さあ、端に追い込んで、さあ、どうする。さあ、脱出したが、もう一回戻ってきた。そして波動拳上り、そして昇竜。さあ、このダルシム聖地は早いという話ですが、そろそろコンピューター殺してステージ変えた方がいいような気がしなくもないが、ターさんの残虐乱入。さあ、こかして、もう一回こかして、さすがに勝利を出されて、さあ、足払いでどんどん追い込められる。この距離は何もできなかった、さすがに。さあ、フラパワー。あ、どうもこんばんは、イデアです。本日お疲れ様でした。もうスタートへ来ましたね。あ、カズラさんだ、こんばんは。あ、そういや、死んだ。さあ、ソイヤさんの死亡が確認されてしまった。誰が入るのか。じゃあ、俺行きます。あ、乱入はイデアさんのフェイロン。
開幕レッグなのか。なんか今日もなんかこの新川崎鹿島田という地に名だたるスト2プレイヤーが集まっているというよくわかんない状況が続いております。東京からもハイハイハイ強い。レクからの劣化圏はねかなり減りますからね。まあ、劣化神拳を避けられて裏から昇竜レッパー。そしてニューチャレンジャーニューチャレンジャーヘッピーメーターボさんのキャミンが乱入。さあ波動拳で押されて飛び込んで、さあ勝利を押されて、さあ波動拳波動拳アクセルです。飛んだところに勝利で落とされて、あれもしかして今日カメラさん来ないっていうことは時差が生まれない可能性が、いや誰かが時差を生むんじゃないですかね。そうかな。からの劣化拳はめっちゃ痛いですね。ただまあまあ、どっかでその一発を狙って入れてなんぼのキャラだからしょうがない部分はあるのかもしれない。結局それだけのコンボがあっても強キャラになり得ないわけだ。何なのこのメンツってなあ今日は賑やかな、なんかびっくりするメンツがなんかすごい揃ってるんだけど、真ん中の台とかたまに映しますかこれちょっと
真ん中の台とか映したよ、この。あー、その方がいいのかも。なんか、イリア君とソイヤ君がイチャイチャ喧嘩してるのを配信してもしょうがないという声も。さあ、そして乱入するはガロゴーさん、ベガです。キャラはベガと。さあ、弾追い込んで、そこから波動拳で追い込んで、波動拳。さあ、ダブル2で突っ込んで、さあ、弾から脱出するか。一応弾から脱出で、逆の弾に追い込められて、ちょっとバカだったのか。あ、おお、弱いか。長いっす。あの距離になっちゃえば、ベガ有利。ソイヤ君が対戦の視線を見てていつも思うんだけど、なんかマッツンさん相手にするときだけ、それがサブキャラだろうとなんだろうと、なんか突然すごい腰が引けた攻めになるような気がするんだけど。今のベガ相手とか結構厚かましくこう膝で使うので、乱入するはヘビーメタルさんのキャミー。あまりマッツンさんのサブキャラが相手の時だと、そういう強引な攻めっていうか厚かましい攻めっていうか、そういうのは影を潜めるな。あの筐体の反対側から殺意が飛んできてるとか。苦手なプレイヤーっていますよね。オーラよく。オーラ力か。あらあらあら。オーラロードと開かないといけないですね。わざわざソイヤ君にプレゼントのために、ハズラさんという方から。宿女がよくツイッターで上げてるあの談義のあのソイヤから鍵盤。ちょっとソイヤさん、ハスラさんからお、なんか いいものもらって今記念撮影してますね。一方その子の画面の中では株式会社サドルーの社長が秘書に下克上されかけてる。いや、ここにね、こんなに一つプレイヤーが集まるのも、あと1週間、ちょっと。そうですね、来週で終わり。来週でおしまいだから、まあ、実質1週間か。ね、寂しくなりますね。そうです。マットマウスは22日で閉店でございます。7月22日をもって、マットマウス、鹿島だったら閉店いたしますので、なら19日かな、次の木曜がこの自腹切り配信。鹿島だマットマウスからの自腹切り配信は最後になります。なので、しあさっての日曜日に、さよならマットマウス X 大会をここ、鹿島田マットマウスから、配信いたしますので、日曜日は松田さんがライブ放送をやるんですよね。確かさっき言ってたから、まあ、そのあたりはまた後でちょっと言ってもらいましょうかね。
枠変わるとね、まだ見てない人がいるかもしれないし、まあ配信が始まればまた、まああとはまあツイッターのね、ビッグマウスとかバッドマウスの、はい、いやビッグマウスか、あとはマッツンさんのところとかを見に行くと、そのあたりが、告知されてるかもされないかもわからない。あ、なんかガロボー君もなんかいただいて、ガロボーさんもハスラーさんから撮影を、さっきからレックが出ない、レックが出ないって言ってる。イデア・フェイロン、もしかしてあのでかそうなキリア、もしかして半分くらいレックが化けてるのかもしれない。吉尾さんが吠えてます。殴り込みましょう。あ、それはないですね多分、はい、よくね、まあエキサーとかあそこら辺の全国大会でこう実況やってる方が言う、あの出ない読みとかあれすごい好きなんだけど、はい、出ない読みってもう読みでもなんでもないじゃしないでもないんだけど、あーでもあれかな、カメラさんならここでレッパーは出ないって読むのはありだから、あ勝利はもうなんか出るようになっちゃったから、出ると逆に裏切りで言って出るとそんな感じですかね。なんか気前よく勝利打ちすぎてね、本当なんか本当に感謝してんのかなこの人っていう感じが最近すごくしてるんだけど、やべえ、感謝は単発らしいですからね。また戦いの勘を取り戻してるよ。早めのお帰り、早めって もう11時半だけど、さあソリアさんがちょうど負けたタイミングでヘビーメタルさんが挨拶して帰る、なんという気遣い。レッパーというとね、どっちかというと俺はあのガローのアンディの超レッパ団のが好きなんですけどね、超レッパ団、超レッパ団どれのガロスペ連続技にもなるので、はい、あれかっこいいんだよね。そうそう、超レッパ団とかほとんどもう結構具合悪い、キングオブファイターズ94のしか使ったことないんで、そう、レッパ団はコマンドが真下というふざけたコマンドですからね。
それはまあまあしたためでもいいな。あれ密着でしゃがみ5番2発ぐらいつないで、で波動拳強キック突っ込んで、でショール連覇っていう感じができましたよね。あれ弱刻んで、でため作って、で波動拳キックを入れて、その後すぐボタンパンチでやると確か出ましたよね。立ち強からあれできるとかっこいいですよね。ため何秒、3秒でしたっけ。あ、ガロスか。あ、結構早く溜まるんだ。あ、そういう役が揉まれた。まあとりあえずガロボーさんがいるので、ちょっとガロスペの話もしてみましたと。とりあえずキムは死ね。手前台でもなんかどんどん違うメンツが出てきた。削りで死ぬ体力だな、パス。烈空読みかな。
ただいまの時間23時33分残り37分、僕の算数の力がないわけではございません。この店は時空が歪む。でも今日は歪ませてる人がいないから歪まないかもしれないね。まあひとまず23時33分ということをお伝えいたします。自腹切り配信も、残り1回、来週で最終回でございます。ソイヤー VS 全員、これは別に僕が嫌われてるというわけではございませんね僕がいろんなタイトルで今まで協力してくれたマッドマウス勢のみんなと戦うということですね。ソイヤー VS ワールドヒーローズ2アンドリューコの剣 2VS カロボとビッグトーナメントゴルフではマサオ社長と、もう接待だったけどこれはもうエキシビジョンマッチだなあとは、ミスター万学、あ、ミスターじゃねミス万学淑女とマジカルですマジカル321、最後はソイヤ VS ドワンゴと、いや淑女なんだからレディーって言わない。あ、レディー、あ、ディー、そうだよ、なんでわかんない、俺ミスターって言っちゃった、レディーミスターはね、レディー怒ってる、いやちょっとわかんないな、誰のコメントかわかんないからなレディのモノマネ、リスー、すぐリス見つけるとリスーだから。というわけでね、15日のスーパーソス X 大会、そして来週の自腹切り配信最終回をよろしくどうぞ。残り時間はね、 X 配信していきます。余裕あるってことだからそりゃー一番奥の配信できない台がすごいなんか楽しそうなカードなんだけどまあしょうがない。そうですね、あの有名なあのストーマックミオさんの残儀ですから頭から血が出てる測らないとダブラルじゃあんまり帰らないんだけど、愚直に前に出た。罰はうわあれ返されちゃうのか、ドロップ出してたよな。倒しても倒しても
押し寄せるモヒカンの波確かね、エンディングの一枚絵のイラストでね、バルログの写真にあの バカとか書いてなんかザンギ貼ってたから多分ザンギ使ってる人も自然と バルログを倒したくなってしまう衝動に駆られるのかもしれない。僕はザンギ使いじゃないので分かりませんが、もんだハスラーさんのバルログが活躍してるのを見て、さあ紫の剣がゆっくり入ってきました。初めてやったみたいな。いや、レッカー剣だって距離のある飛び道具みたいなもんじゃん。バロログ技は本人だが飛び道具です。完全にバウンサー。そうだよ、うん、ミディアさんはフェイロン。まあ誰かが犠牲になってダルシムで入ってステージで変えるか、 CPU を倒してもらうまでみんなでガン見をするかで、ステージを変えるしかないですね。この速いステージをどうにかするには
スペインとこことロシア、旧ソ連だとその3戦ステージが早いんだっけ。あれホンダはホンダステージはどうなんだろう。あ、ホンダ遅いんだね。まあ、マッツーさんはキャミンステージが一番なんかいいみたいなことを言ってるけど、さすがにオキャラゲレックは許してくれないですね。さあ勝利拳、どうぞどうぞ。さあ、松野さんチャレンジ、松野さんみんなでチャレンジしましょう。俺は見てます、俺はみんなを見守ってます。さあ、松野さんがもう負けたらダメだろうって言ってるカードですね、これは。ああ、これは素人目に見てもきつい。飛んだらダイヤスタイグガードされても波動拳で突き放すので OK と。お、レッパーすいませんね、そこクレーの入り悪いんですよ、本当に。ちょっとジャッカル入れてみようか。
なんか剣の俺をここまで追い詰めるとはって感じで言ってなんか余裕ある時に限って出るような気がするんだけど、あセリフ勝手にってこれランダムなんでしたっけ。多分ランダムです。ギャラクシーファイトとか、まあ、選べるのありますけどね勝手に。選べるというと、パパ2 の対戦者求むところにコメントいろいろ出るじゃないですか、はいはい、あれボタンとレバーの組み合わせで選べるんだけど、そうそう、なんかそんなうまくもないんだけどそのコメントだけすげえ使いこなしてる人っていうのを前見たことがあってすげえあただもんじゃねえとか、ラウンド取られるごとにはっはっはなかなかやるなって、そう余裕ぶっこいたコメントをしてるんだけど画面の中ではダッシュベガがサイコとダブルミニで飛び回ってるだけみたいな、あ多分ある意味そのメッセージで一番ムカつくのは頑張りましたねじゃないですかねあれがすごいムカつく気がする。どこから目線だ、てめえどこ中だいう感じにちょっとなりやすいですね、それコメントが開けます。なめんなと昇龍対決なんでしょう、カメラさんがいないのになんかそれに近い規制が聞こえるんですけど格ゲーやってるとやっぱ声出ちゃう時とかそういうのはあるし、声がやたら出やすい人っていうのもいるから、まあ対戦が格ゲー戦に規制はつきもの、あんま規制が過ぎるよね、ボーボーもうガンダムゲームみたいに動物園扱いされちゃいますからねそのあたりは皆さん気をつけましょう。あれは活気がないところだろうが何だろうが規制ばっかり上がってるからそうなるなわけで、ターザンなんて人がいるんですね。僕は違いますが、規制っていうか、ヴァンパイア聖版の時だったかな、ちょっと相手にこう意表をついた場面でちょっと裏をかかれてコンボを食らった時にうわーやろいっててててっていうようなリアクションをしてたらなんか後ろのギャラリーにあいつなんか遊戯王みたいだなとかすごいなんかじわじわ来ることをボソッと聞こえるように言われてると、しばらくゲームの大会は溝の口城之内くんっていう名前で出てたけど、溝の口城之内ずっと俺のターン、
さてと時刻は、こっちの時計だと23時57分でございます。おっとパーフェクトで負けてしまった。時間を取り戻されてたからしょうがない。伝えれて上行っちゃう。今週のマットマウスタイム。今日は一度時空を歪ませてる張本人がいないのでどうなるか。ただまあプレイヤーがいっぱいいるのでどうなるでしょうかね。12時1分でございます。あと9分。
シンデレラだったら魔法は解けてると思う。あと数分で我々は解散ということでございます。15日の日曜日はさよならスーパーセッツ X 大会でございます。ビッグマウスの公式ツイッターアカウントにて告知させていただいております。こちらを要チェケラチェックイットアウトとお願いいたします。で、来週何日だ19日が自腹切り配信最終回でございます。160回、ソイヤ VS 全員ということでございます。ね、放送としては残りあと2回ですかね。よろしくお願いいたします。さあ現在3分、残り6分、風営法とはいかに、かかってこい風営法。あ、そうそう、あれ地区による。相打ち、そしてファイナルラウンド、まだギリギリ大丈夫ですよ。あと5分、川崎行きの終電は12時20分でございます。それまでに、それに乗れれば大丈夫という方はね、12時5分、これが真の決勝戦となるのか。さあ12時5分、50円玉を買います。さあ手前の台が最後の試合ですかね。真の決勝戦、カメラ屋さんよ。
じさんはね、今日はちょっと他の用事があってお休みですね。さあ懐かしいですね。この真の決勝戦というのは以前木曜日にスーパーソズ X の大会をやっていた時の名残なんですね。大会終わった後の試合をやって、閉店前に最後にやった試合の勝者が真の優勝者というようなことでございました。それが今でも残ってるんですね。さあ最後の試合で勝ったのは松田さん。残り2分、どうします？さあファイナルバウト、 1P 側に白石さん、 2P 側に松田さんと。大丈夫、俺たちは4年間で身につけたものがある、小走り大丈夫だ。さあてなわけで真の決勝戦エクストララウンド、 1P 側白石さん、 2P 側松井さん、龍対剣。さあ絶対勝つと、お互いその心を持ってるでしょう。今 CPU のダルシムに入れてた大パンの空中竜巻、ちょっと歩いて立ち中パンかまってすげえできないんだけど練習あるのみです。そう、俺たちはまだ走れる。1年半ぐらい前かな、白石さんがひょこっとね鹿島田にやってきてくださって、そこから名勝負を繰り広げていきました。強い竜が鹿島田にやってきたと。さあ最近はちょっと忙しくてなかなかとおっしゃっていましたが、この閉店間近、時間を作ってきてくださいました。そんなこんなの真の決勝戦と。うわ、さあ絶対勝ちたいという執念、それはお互い持っているでしょう。体力リードでまず1ラウンド先取は松井さんと。さあ第2ラウンド、しっかりと回数数えて一発食らってからの勝利権で抜けると、これで打たせると。20カウントを切ろうとしていて、ギージがあるのはマッツーさんの方。さあ打ち合ってどうなる。おー、やる